もうもうもう贅沢にこうですよ。はい、どうもタルトタタンです。今日はね、年末に友達からクール便で、何やら楽しみなもの送ってもらいました。まだね、中身が何なのか私も知りませんので、ここで開けてご紹介していきます。では行きます。おー、出ました、イクラです。はい、これイクラ 500g も入ってますよ。こんなにたっぷり入ったイクラ、これ食べるとやっぱ白米用意しないとね。いつも送ってもらってありがとうございます。全然お返しできてませんね。今年はなんか送りたいと思います。イクラ、イクラ、イクラ、イクラ。はい、じゃあね、いつもね、この年末にかけてね送ってくれます友人 S 君、いつもありがとう。美味しく食べさせていただいております。ありがとうね。はい、それではね、日を改めまして、まずはこちらご飯ドーン、そしてこちらドーン、ここにね、イクラさんをもうもうもう贅沢にこうですよ。はい、じゃあイクラ丼になりましたんで、いただいていきます。いただきます。うまーい、うまい、うまい、なんていうのね、やっぱね、うまいもん食べるとね、うまいしか言葉が出ない、ほんとに。あー、超贅沢だこれ。あのね、合成のやつみたいに外側がプチってなる、ああいう食感じゃなくて、もうナチュラルな弾け方なんですよ。自然に口の中でプチプチって弾けて、うわーっとうまみが広がるね。あー、美味しい。はい、これね、食べても食べても全然なくならないの、イクラが。うわー、超幸せ。炊きたてのご飯にイクラが合う、やばけ。はい、というわけでね、送ってもらったイクラすごく美味しかったです。重ねて言います、友人 S 君ありがとう。また来年も待ってるよ。はい、それではね、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。